カーレフェルトはドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ノルトハイム郡に属す町村である。カーレフェルトはニーダーザクセン州南部のハルツ山地とゾリング山地との間に位置している。自治体としてのカーレフェルトは以下の地区からなる。カーレフェルトの総面積の約39%が林業に利用されている。この町に隣接する市町村は北から時計回りに 以下の通りである。カーレフェルトは889年の東フランク王、アルヌルフの文書に初めて記録されている。自治体のカーレフェルトは1974年3月1日に市町村再編によって当時のアルテスはムとベスター法府に属し独立していた町村から形成された。ビールスハウゼン近郊のローマ時代の古戦場は 2 0 0 5トルの広さの考古学上の発掘現場となっている。3世紀初めに、ここでローマ人とゲルマン人との間で、こせり合い、または本格的な戦闘が行われた。出土地域は2000年にはすでに知られていたが、出土品の重要性は考古学調査によって2008年末に初めて認識された。これは、現在のドイツにおける、 従来のローマ史の記述する上で重要なものとなり得る。現在は、出土品とローマ皇帝、マクシミヌストラクスによる、ゲルマン遠征との関係が推測されているが、出土品の最終的な評価はまだその途上にある。この町の議会は、町長を含め21議席からなる。ありがとうございます。